皆様こんにちは、三代目柏洋次郎です。本日はバチカワの張り方をご紹介したいと思います。バチカワと言いますのは、このように、三味線の、元の本来の革を守るために、補強の意味で貼ってあるこの半円状の薄い革なんですけれども、こちらはですね、この本来の革に直接こうバチが当たってしまうと、傷ついてしまいますので、それを避けるために保護の意味で貼ってある革でございます。ですが逆にこのバチ革が、バチのダメージを、直接受けますので、結構その破れてしまったりですとか、傷ついてしまったりとか、交換が必要な部位になりますので、今日はその交換方法、貼り方をご紹介したいと思います。まずはじめに、このように糸が貼ってありますと、このバチが変えられませんので、この糸を外したいと思うんですが、全部外す必要はございません。私が普段どうやっているかと言いますと、まず糸巻きを、このようにこうちょっと緩めていただきまして、ちょっとこう糸をこうゆるゆるにしてあげます。ちょっと糸巻きの嫌な音がしました。ちょっと緩めますけれども、このようにゆるゆるにしまして、この根尾から、根尾をこのね、竿の部分から外しまして、この反対側に持ってきちゃうね。こういう形にすると、この辺がね、扱いやすくなりますので、ぜひ全部糸外すと結構手間になっちゃうので、これ参考にしてみてください。でまず貼る前に、この現状貼れてるバチカを剥がさなきゃいけないんですけれども、これはちょっとご自身でこう、端っこの方をちょっと爪で引っかいていただいて、浮き上がらせていただくとか、これなんかたまたまちょっとこの端っこが切れてるんで、こういう少し浮き上がった部分から剥がしていただけるとよろしいかと思います。では剥がしていきます。はい、今ね、このように剥がすことができました。で、この後にちょっと前貼ってあった部分がね、ちょっとこう、糊が残ってたりするんで、この部分を少し綺麗にしたいんですけれども、その時は、このようにティッシュを使いまして、ほんの少し、水で、ちょっとだけですけどね、ほんのちょっと、湿らしてあげたりするといいと思います。水がちょっとたくさん水分つきすぎて不安だという方は、ご自身の唾液とかでも全然大丈夫なので、ぜひ参考にしてください。で、少しね、びちゃびちゃになっちゃうとまずいんですけど、ほんの少しこう水分をつけてあげて、ちょっと水分をつけてあげた後に、こう乾いた方で拭いてあげると。このように、綺麗にこの面をしてあげてあげると、いいと思いますので、ぜひ参考にしてください。はい、ではこれからいよいよバチカワを貼っていきますけれども、何で貼るかね、ということなんですけれども、三味線屋さんに行ったり、ネットなんかで調べたりすると、そのバチカワをね貼る糊っていうのはもちろんあるんですけれども、それをね使わなくても、私なんかはこんなね、よく小学校の時の、図工の授業とかでもね使ったこうでんぷんのり、これをね代用できますので、これはね文房具屋さんとか、結構、売ってますし、手に入りやすいので、もしよろしければこんなものでも大丈夫ですので、ぜひ代用してくださいね。でこちらを、まず開けまして、そうですね、何か別の容器、私はたまたまね今日はちょっとこの、
少し深さのあるね、このポリ容器使ってますけど、これも何でも結構です。お皿とかでも何でも大丈夫ですので、ご自身の身の回りにあるものでやってください。で、ここにまず、このでんぷんのりを、そうですね、まあ、量は、適量ですね。まあ、わかりやすく言うと、人差し指の第一関節分ぐらいとかですかね。そんなに大量じゃなくても大丈夫ですので、まあ、今日取ったのはこれぐらい。見えるといいんですけどもね。こんな感じですね。はい。で、まあ、これだけだとさすがにちょっと粘着力が強すぎちゃうので、ここにほんの少し水を入れていきます。ね、少し水を入れます。もうこんな感じで。分量なんか、特に、神経質にこだわらなくて大丈夫です。とにかく、海苔だけではちょっと、粘着力が強すぎるので、それが少し伸びる程度だと思っていただければと思います。ね。今作業中結構ね、こうやって手に海苔がつくんで、ティッシュなんかはね、近くにすぐ、取れるように用意していただく、用意して、もらうといいと思います。はい。そうしましたら、ここにバチカワというものがあるんですね。バチカワ単体だとこんな形をしております。ね、本当にこう、半円状のね、薄い皮なんですけれども、これがね、バチの衝撃から、皮をね、守ってくれてるんですね。で、これ素材は、今これお見せしているのは、まあ、本番、舞台用、我々が舞台用で使う、薄い、まあ、良質なバチ革ですので、これ素材は猫の革なんですね。猫の皮を、薄くなめして、このような形にしてるんですけれども、一応表と裏があります。これ見た目では全くわからないと思うんですが、触っていただくと、ちょっとこうザラッとしてる面と、つるっとしてる面が、あるんですね。で、まあ、つるっとしてる面が、表と言いまして、この面にバチが当たるといいので、ザラッとしてる方に、バチカワのりをつけて貼っていきます。はい。で、これもまあ直接ね、こういうところに置いちゃうと、床とかね、こう机とかのりだらけになっちゃうんで、まあ私は、このようにティッシュを、まあ、少し折りまして、ね、その上にバチカワを置いて、で、そこに先ほど作りましたバチカワのりを、まあ、適量をつけていきます。ね、この時にバチカ全体につけちゃってください。端っこがついてなかったりすると、つかないので、こう両手使ってもいいです。このように両手を使って全体に、なじむように。あんまりつけすぎてもいけないんですけれども、まあ、この辺は、回数と経験なんですけれども、適量つけていただきまして、で、この糊がついたバチカーを、この三味線の方に乗せていきます。で、まあ、どの辺に貼るかっていうのは最後に、ね、貼り上がったものをお見せしますので、ぜひ参考にしていただければと思うんですけれども、はい、このように、まずはこう、ちょっと大雑把に皮の上に乗せてください。で、その後に、まあ、私は、このように、ちょっとね、小さなヘラを持ってるので、これを使うんですけれども、まあ、お持ちでない方は、何でも結構です。まあ、普通のバチでもいいですし、何かこう、ね、先が平らな、もので、代用していただければと思います。それを、このように、まあ、ちょっと、なんて言うんですかね、このようにして、しっかり貼り付けていくと言いますか、しっかり貼り付けていくという意味と、ちょっとこうね、余ったバチカワを押し出す感じ、ですね。まあ、私は、ね、何度もやってるので、あんまりこう余った糊が今出てこないんですけれども、慣れないとね、ちょっと多めに糊がついたりすると、こうやってちょっとこうね、かき出してあげる必要があります。はい、いかがでしょうか。このように、まあ、あっという間にね、
貼れました。でもしちょっとさっき言いました、余った海苔がこうバチカーの外側に出てる場合はやはりこうちょっとティッシュを使ってちょっと周りをね拭き取ってあげるようなイメージしていただけるとよろしいかと思います、ね、ちょっと今少し離すかな。はい、で、まあ、春位置は、今お見せしますけれども、これぐらいの位置でいかがでしょうか。まあ、ご自身がよく、なんていうのかな、ご自身で引いてて、バチがよく当たるところあたり、に貼っていただければと思います。まあ、今私はここに貼りましたけれども、結構ね、下側の方にバチが当たっちゃうよっていう人は、ちょっと下げていただいてもいいと思いますし、逆によく上側の方に当たっちゃうよっていう人は、ちょっと上げていただいても、よろしいかと思います。まあでもそれわかんないって方は今ね、この見た目の通り、この辺に貼っていただければ、まあそんなにこう、遜色はないかなという、位置ですので、わからない方はこの位置を参考にしてみてください。ね。で、まあここまで貼れましたら、少し、乾かして、ね、時間を置いて、ちょっと糊が乾くのを待って、また先ほどのように糸を元の位置にね、戻していただければ、いいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日はですね、バチカワの貼り方。意外と消耗が激しくて、すぐ破れてしまったりするんですけれども、で、まあ結構、交換するね、頻度が多い割には、どうやったらいいのかなっていうね、思ってる方も結構いらっしゃると思うので、今日はまた、どなたかのね、お役に立てればと思いまして、こんな動画を作ってみました。まあ皆様の三味線ライフのね、少しでも、お役に立てればと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは本日は、バチカワの貼り方のご紹介でございました。三代目柏洋次郎でした。どうもありがとうございました。